こんにちは。今日はですね、青水の自然治療についてちょっとお話ししようと思います。2月から3月、3月ですかね、3月にかけて結構金魚の病気っていうのは皆さん出てると思うんですけど、その中で一匹一匹対応して治療していくとですね、やっぱヒーターだったり、薬だったりね、どんどんお金がかかって手間もかかってくるので、なかなか対応できないという、自分自身もその、中の一人なんですけども、珍しくこの発泡スチロールの青水の中にですね、いつもはメダカしか飼ってないんですけど、唯一その、青水治療というか自然治療というか、で2月の半ばから3月中旬にかけて病気になった子たちがこの中に入ってます。で、治療方法としてはもう自然治療です。きれいな青水を作ってあげて、たまに足し水だったり水替えをして、餌は基本的にあげない、青水の栄養素だけで、生きていってもらう。その中で体の悪い菌だったり、そういうね、要はデトックスですね。人間でいうところの、断食みたいな感じ、のイメージで持たれてて、ください。それでですね、ちょっと久々もう見る限りもう水温が上がってきて、すごく元気に泳ぎ回ってる子たちですね。よいしょ。ほとんどの子がちなみに、松笠とか赤飯とかそういう系です。もしすいません、死骸が上がってきたら申し訳ないんですが、よいしょ、何時です、まだ中に何匹かいるんですけど、どちらかというと軟禁だったり、軟禁が多かったですかね、確か。よし、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、これだけだったかな、こうか、よいしょ。ちょっと全部は救いきれてないんですけど、治療を、終えたというか、この子たち、体型も品種もバラバラ、ある意味ミックス水槽ですね。で、ほとんど出雲南京がね、今年結構松笠でやられたんですけども、ちょっと待ってくださいね。今見る限りだと鱗は全部閉じてますね。こういう和菌体型の子だったり、こういう子たちは何だったかな、もう何の病気したかも忘れちゃったんですけど、とにかくもう治療がもう何て言うんですかね、めんどくさいというか、どうしようもないということで、なかなか治療しても治らなかった子たちとかですね、そういう子を入れてたんですけども、水温が上がるにつれて、下手にね、人工の肥料を食べないことでしっかり、病気の菌をですね内側から出してくれて、でも痩せてないですね。この痩せてないのが不思議なんですけども、やっぱりそれなりにね、青水に栄養があるっていうことだと思うんですけども、こんな感じで元気になりました。ただですね、すみません、勘違いしてほしくないのが、今ちょっと現状 1,2,3,4,5,6匹いますけども、6匹全員ね、元気になったわけではなくて、今6匹いますけど、多分このうちの3匹ぐらいはですね、結局自然治療した、後にプカーと浮いてきて死んじゃってる子たちもいるんで、別にこの青水治療がいいですよっていうわけではないです。ただ少なからず、この6匹っていうのは何かしらの問題があって、この発泡スチロールの中で、放置してたんですけども、結果的にすごく元気になってくれたっていう事実もあるってことですね。そういう感じで、そういう治療法もあるというか、治療の仕方がわからない方とかはですね、意外と青水ぶち込んでけば治る時もあるよっていうお話をしたかっただけです。そんな感じで、青水治療でした。ということで戻します。今日あたりですね、ちょっと餌でもやってみましょうか、久々。よし、ちょっと待ってくださいね。この時期非常に助かるのがこのランチューのですね、すごく消化のいい、餌です。お
これをですね、もうほんの少しで、久々の人工の餌なんで、もうこのくらいです。このくらい、ちょろっとあげます。ああ、ちょっとあげすぎですね。これでもあげすぎだと思います。食べてくれたらいいんですけど、まあ、ちょっと見えないですね。まあ、そんな感じで、青水、治療でした。ありがとうございます。